ハイラル王国に異変が起こる少し前、魔女の谷に戻っていたラナは、魔女としての仕事をしながら姿を消したシアの手がかりを探していました。そこへ何者かが現れて、力のトライフォースを奪い去ります。突然の出来事にラナはそのものの姿も分かりませんでした。そしてハイラルに異変が起こり、リンクが調査のため旅立った頃、ラナはゲルド砂漠に転生の扉が現れていることを察知していました。そこへ行けば何かわかるかもしれない、そう考えたラナは魔女の谷を降り、ゲルド砂漠へと向かうのでした。
Thank you.
ラナとリークは捕まっていたテトラを助け出し、転生の扉もすべて閉じました。けれどもハイラルに起こった異変は回復の兆しすらありません。ラナ、リンク、テトラが途方に暮れていたその時、3人の前にある人物が姿を現しました。威厳をたたえたその人物の名はダフネス・ノハンセン・ハイラル。テトラが住む世界に封印された古の国の王様でした。この世界に起きた異変に対処するため、神の命により姿を現したという彼は、テトラが住む世界に潜んでいた悪しき存在が全ての原因であると語りました。そして進むべき道を示された3人は、厳しい戦いを予感しながらも次なる冒険へと旅立つのでした。Thank you.
home.